今回は魔王なぜ助けてくれなかったに対するみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。魔王なぜ助けてくれなかった。スター、僕は人の願いを叶えただけだ。叶えた人が君にとって俗だっただけさ。ここまで諸悪の根源として賭けとは言わんけども、なんで苦しんでるマグピのところには来ないでアーシャのとこに降りたくらいの説明はした方がいいよね。ボツアン動画によるとスターも最初は喋れたんだよね。そのままこの質問にも答えるべきだった。この設定の方がまだあの国民の態度に納得ができるんだよな。盗賊がおかしかっただけでロサス以外も平和なんじゃないか理論が適用できなくもなくなるから。ディズニー、スペインだけ野蛮な族がいた、あとは平和な世界です。それはディズニーの見解？それとも君も妄想？そうでなきゃ族が普通にいるのに革命を起こして女性が王になるっていう狂気だぞ。あくまであの時代ではね。一応イベリア半島は女にも王位継承権があるから、女が王位につくこと自体は王がイベリア半島出身や国がイベリア半島近くにあること考えるとおかしくない。問題は革命と継承権があるのは王女など王家の血を引く女性であって、王妃は単なる王の配偶者でしかないから継承権がないことなんだよな。残念ながら陸続きのヨーロッパではイベリア半島の戦争にちょうど100年戦争やってた英仏が介入して代理戦争やってるくらいには行き来も影響もあるんだよな。まあオサムの外にいる超越存在なんてこんなもんだよな。常識も倫理観も違うのでやることが根本的にずれてるってんなら、まだアーシャを苦労人枠にできたのにね。なんで鉄頭鉄尾アーシャの味方してんだろ。そういう気分だったから。うん、これは邪悪。これは最強のヴィラン。アーシャのところに出現した理由も不明なんだよな。一般通過外宇宙存在とかそんな感じ。やっぱ初期プロットの方がわかりやすくてよかったと思うわ。最初はアーシャの父が死んで星になった存在で娘の呼びかけに応えたとかそういうものかと思った。いつも星の話ばかりしていたらしいし。それならマグニフィコの家族が殺された時もアーシャの父が死んだ時も来なかったのもうなずける。特に何も説明なく去っておらった。それはそれで星な話するぐらいには知り合いなんだから、王を助けてやれよってなるけど。スターはピーターパン2の男の子って案の他に死んだおじいちゃんの若い時の姿って案もあったんだ。前者だとアーシャに惚れて、後者は身内だからっていう理由付け簡単なのにね。ぬいぐるみ売りたいからね。じゃあバレンティノは何なんだろうね。スターの携帯が必要なら今のその姿は何者かに呪いか何かで変えられて喋れなくもなってしまったことにして。それこそ夢の中とか過去の話とか去り際とかに本来の姿出せばええやん。エアプスター、星に助けられて幸せになるマグニフィコ王とか解釈違いが過ぎる星、逆境から這い上がって夢の国を作る王の姿は最高だったからもう一回見たい星。白人嫌いの差別主義星だったんでしょ。あの時代なら人種の違いに寛容な方が異常だし、しゃあない。なら別に革命を起こさせなくても自力や改造や性動物で殲滅でええやん。やっぱ思想とかない愉快犯だって。抽選の結果、あなたの願いは落選しました。ご愁傷様です。結局この子何？で終わらせなくてもいいじゃん。というかアーシャも途中で考えるのやめたけど、なんで来たのかは気にしてたし、説明かしさくらいあってもいいじゃん。こいつの説明なかったのがかなりダメポイント。ただの都合の良い舞台装置じゃねえかこんなもん。まさなお、こいつの現実改変魔法で国民マグさんアーシャ含むが洗脳されてあの結末になったって方がまだ納得いくんだよね。アーシャだって現実と理想のすり合わせ、その時間がもう少しあれば納得できるかはともかく受け入れることはできたはずだが、その理想を抜き取られて悪魔により叶えられてしまった悲劇。スターがマスコットならバレンティノいらなかった。スターが男の子だったらもっと面白かっただろうに。方向性もない上ランダムに降り注ぐ願望気とか、ストーリーとしてはクソだよね。エロ漫画や同人二次作品の数ページ漫画とかなら、フックとしてなら認められるだけで。食って湧いたせいで枠としてはエッナ漫画の催眠アプリとかの枠になってるのよね。スレガについて今考えてみれば確かに。
ファンタジックな現象が起きる余地ない原作の二次創作でそういうネタやりたい。年齢性別形態変化とかなんとか、時のご都合神様やらマジックアイテム出してくる占い師やらみたいに見えてきたな。そのもしかしたらマグニフィコの魔法の才能ってマグか何かで生まれたもので、神様裏時代的に生まれてきちゃいけないレベルの魔法使いの卵が普通の家庭に POB しちゃったら星くんこの子消しといて。スター丘の下や印マグニフィコの村に登録を消しかけ壊滅させる。神様おい、失敗してるやねえか。しかも魔法で国なんか建ててるし滅ぼしてこい。スターすんません。すんませんや印アーシャはじめロサスの民を先導。大岡神の中に封印させる。つまり神様矢印スター矢印アーシャと国民たちでスターは中間管理職だった。神様しまった。この者は王国築いて国民と積極的に触れ合い挙句の果てに観光用に精を出してたせいで存在を闇に葬ることができん。もしこの者が魔術を人捨て手に渡してしまえば何の意味もない。というわけで頼むぞ星。スター丘の下、世界をジュラ紀に逆戻りさせて人類史リセットさせます。この問答がダイナソーに続く布石であったとは誰も知らなかった。